ファイツブロンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテルフランケン行政管区のフィルト郡に属す、町村である。この町は、ファイツブロン行政共同体の本部所在地である。ファイツブロンは、千川沿いに位置している。隣接する、市町村は、北から時計回りに、以下の通り、行政上の自治体、ファイツボルンは、公的には7つの地区で構成されている。この他に、 バッハミューレとファイツミューレという集落があるが、これらは1885年に公的な地区ではなくなった。この集落は1350年頃にプランとして初めて文献に記録されており、その数年後には名前の似た集落やブルノ特別しやすくために倍ズ、プランと表記されている。集落名の規定語は村の教会の守護聖人でもあるセファイトである。基礎語は 中高ドイツ語の単語、ブルンで、千川の左岸川支流を表している。1759年のファイツブロン18世紀末頃、ファイツブロンには25個があった。重罪裁判所と村の行政は、ブランデンブルクアンスバッハ公領のランゲン前代官所が管轄した。すべての辞書が、ブランデンブルクアンスバッハ公領のカステンアムとカドルツブルクの所有であった。 ファイツブロンを含むアンスバッハ辺境白領は1792年にプロイセン領に1806年にバイエルン王国領になった。自治体例に従って1808年にシュトイアーディストリクトファイツブロンが設けられた。バッハミューレ、ベルンバッハ、クレッペンドルフ、ジーゲルスドルフ、ファイツミューレは大アイセクションに、レッツェルフェムバッハとトゥヒエンバッハは第2セクションに属した。 同じ年にルーラルゲマインでファイツブロンが成立したが、これは長税区の大アイセクションと全く同じ範囲であった。このゲマインでは行政と裁判はカドルツブルク地方裁判所、財政はレントアムとカドルツブルクの管理下に置かれた。1862年にファイツブロンは別イルクスアムとフィルトの管轄下となった。裁判権は1872年にフィルト地方裁判所に 1880年からはフィルト区裁判所に移管された。財政は1870年にレントアムとフィルトに移管された。ファイツブロンの町の面積は1961年に10.190平方キロメートルとなった。かつて西に隣接する町であったホールバッハのカーゲンホーフ地区は1953年4月にファイツボルンに合併した。 ホールバッハ町の廃止により1978年5月1日にラインドルフ地区もファイツブロンに合併した。1980年1月1日に北の隣町トゥーヒエンバッハから人口約350人のレッツェルフェムバッハがこの町に合併した。ファイツブロンの町議会は20人の議員と町長のマルコキストナートで構成される。 1971年12月6日に、ミッテル・フランケン行政管区から認可された文章は、以下のものである。図柄、銀字に赤い服を着て、左に歩く、聖ファイト。聖人は、金色の本と黒い鶏を持っている。この聖人像は青い波帯に被せて描かれている。この町の島自治体は、以下の通り、旧防衛協会の囲い壁の南側に、 第一次世界大戦の戦没者を追悼する戦争記念碑として通り抜けが設けられている。修復された防衛壁は東側と北側に壁間までが保存されている。高い位置に設けられた銃岸や内側の防衛通路が元々の施設を創造させる。東の内陣島を有する境界はキルヒホーフの中央に位置している。軍1 7号線が西は ラインドルフに向かって、北西はオーバーミヒエルバッハに向かって、カーゲンドルフを通っている。海遊8号線は、北西はトゥーヒエンバッハへ、南はゾイケンドルフへ向かう。海遊7、海遊 S2 号線は、南東はベルンバッハ経由でブルクハルンバッハへ、北西はプッシェンドルフへ行く。市町村連絡道が、レッツェルフェムバッハ及び、クレッペンドルフとを結んでいる。 ファイツブロンのジーゲルスドルフ地区に駅がある。この駅は、ニュルンベルク・ビュルツブルグ線の駅で、1972年以降、ここから、マルクとエルルバッハ方面に、ツェングルント鉄道が分岐している。地域の報道は、ニュルンベルガー・ナハリヒテンの地方版であるフュルター、ナハリヒテン及びニュルンベルガー・ザイトングでなされる。これらの文献は、翻訳元である、 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。